選手と一緒にここまで積み上げてきたものをどれだけ出せるか、その苦しさこそがこのチームの競争力の証でもありますし、我々の持っているもの全てぶつけるのみ。J1 のリーグは我々の立ち位置からすると簡単な戦いにはならないですけれども、それでも楽しみでしかないですね。もう選手と一緒にここまで積み上げてきたものをどれだけ出せるか、出せるはずだという思いもありますし、もちろん一瞬の隙を与えれば仕事をする選手たちが相手にはいるので、痛い目にも合うでしょうけれども、我々の積み上げてきたものを確かめたいという思いが強いですね。強度の高い練習はできてますけども、まあ、若いといってもこのチーム中堅もいるので、中堅とか、まあ、ベテランっていう呼び方がいいか、そういう年齢の選手もいますけど、彼らの準備とか練習後のケアとかをしっかり若い選手がその背中を見てやってくれているので、怪我人はゼロではないですけども、開幕時点では少ないと思います。ということはそれだけそのピッチに立ちたいと思っている選手が多いということで、まあみんな必死ですよ。選ぶは本当に苦しいです。でもその苦しさこそがこのチームの競争力の証でもありますし、チーム力を上げるエネルギーの源泉かなというふうに思います。もちろんね、どのチームもうその時の全てをかけてやってきたので、そこに差はないですけれども、まあ、ベルディのこの経てきた歴史というか、これはもうどのクラブにもない紆余曲折が詰まったというか、その歴史というのはもう、まあ、その言い方が正しいかどうか分かりませんけど、どこにも真似のできない、唯一無二のものが、いいことも悪いこともあるので、だからこそ、開幕戦がマリノス戦というね、舞台を用意してくれたんじゃないかなというふうに思いますし、この、まあ用意されたものっていうのはやはり歴史のなせる技なのかなというふうにも思ってますし、改めてベルディの、ブランドというべきか、ベルディが持ち得るこう可能性というのをこう感じさせてくれた去年の年末から今年だったので、J リーグに全体に影響を及ぼすような注目度の中でいい試合ができれば、今後の J リーグの価値に対しても影響を及ぼせるんじゃないかなというぐらいの思いを持ってやりたいというふうに思います。もう1年と8ヶ月ぐらい前になりますかね、ベルディから2度目のオファーをいただいて、自分がここを受けた時には必ずこういう状況に戻したいと、じゃなければ自分が受けた意味がないし、僕の人生においてもおそらく リスクしかないので、僕がベルディをやるっていうことは自分の中でどれだけのリスクかっていうのは自分で分かってたつもりなんで、やるからにはこの状況に絶対持っていくんだって思いはあったので、でまあ自分がこれは想像通りって言えるかどうか分かりませんけども、やっぱりベルディなんだなと、 J1 に上がったらこれだけ多くの方々に注目してもらい、これだけのカードを組んでもらいっていうのを改めて感じてます。まあ、まずは自分たちの今持っているものを全て出させてあげられる状況にしたいなというふうに思います。相手対策に偏りすぎず、相手をリスペクトしすぎず、
リスクを考えすぎず、ただ先鋭的な戦術に偏りすぎず、しっかりベーシックなものも頭に入れながら、まあ我々の思うところの12時のところに針をしっかりと整えて、ピッチに立たせてあげたいですし、何よりも自信を持たせて、キックオフを迎えさせてあげたいなというふうに思います。クラブ側から見ても、まあ、僕は全てをもちろん知ってるわけじゃないし、インサイドでいたわけじゃないので、どのような紆余曲折があったかっていうのは、っていうクラブ側から見てもこの15年間の苦しさ、もっと言えばおそらく15年前っていうんですかね、16年前の、まあ、降格したそこには必ずその背景があったわけで、降格した後のそのクラブが経験した苦しさっていうのを考えたら絶対元には戻りたくないという思いはあるでしょうし、それは単なる J1 とか J2 っていうカテゴリーだけではなくて、クラブの経営として、クラブの在り方として我々はまずはそこに戻ってはいけないという思いがクラブの中に非常に強いと思います。いろんなものを、大きな船ではないですけれども一つずつ改善しながら、次のステップに行かなきゃいけない、まあ社長がよく言ってますけども、我々は第4章の本でいうところの第4章の章を自分たちで書き始めたところであって、第1章にも第2章にも戻るはずがないので、いかに第4章を我々らしく、まあビジョンを持ちながらしかし確実にというか一歩一歩歩んでいけるかというところがようやくスタートに立ったなというふうに思うので、まあこの開幕についてはクラブのそういう思いがあると思います。もう一つはこの紆余曲折をずっと見てきたサポーターの方々がいて、それこそ30年前から見てきた方もいて、おそらく去年のプレーオフ決勝の5万3000今日の方々の中には、30年前のことを知っている方もいれば生まれてない方もいらっしゃったと思うし、そういう方々の、この31年目にヴェルディがまた開幕戦で J1 で迎えられるという特別な意味をおそらく彼らは感じてくれていると思うので、彼らと共に、第4章をしっかり、書き始めるという思いが大事だと思います。もちろんクラブ全体として、育成型クラブを目指すと、で、まあ、誤解を恐れずに言うとというか育成型クラブを選んだから負けてもいいわけじゃないんですよ。我々は一人二人のビッグネームに頼るサッカーをしないという、そこにお金を投じるんじゃなくて、若い集団が成長していく中で、ビッグネームのいるチームに勝っていくと、これが一番今このクラブの船の大きさからしたら勝つ確率が高いという選択をしたということなので、とにかく彼らを成長させることが大事だと思ってますし、それには、日々のトレーニングだったり毎試合から学ぶべきことを学んでいって、まあ、対等にあるいは対等以上に戦える集団にしていくという、まあ、成長という単語が一番大きなキーになるかなというふうに思ってます。まあ攻撃的な思考であることは、ね、変わらないという印象がありますし、もちろん、今まで主力を担ってきた選手たちが変わらずいるので、攻撃の特徴っていうのは変わらないと思いますけれども、まあ、特に
サイドバックのアグレッシブさっていうのはまたより強固になったなというふうに思いますし、何にも増して ACL を2試合経験しているので、そういう意味でのゲーム慣れをしているというか、いい時間帯も悪い時間帯も含めて、もう2試合経験してきている。でしかもベスト ACL のベスト8を勝ち取っているという意味では、まあ、あのマリノスのゲーム慣れに対して我々は初めてのゲームだというところだけは気をつけなきゃいけないんですけど、それ以外のところに関してはもう我々の持っているものすべてをぶつけるのみだなというふうに思ってます。目的はあくまでも勝ち点なので、勝ち点3を目指すのに一番近いものが何なのかということからの逆算のサッカーなんですけども、さっき言った誰かに頼ったサッカーはまずやらないと。で全員ですエネルギッシュにアグレッシブにサッカーをやったときに、相手から勝ち点差をこのチームの経験値で、このチームのスキルで、何が一番近道かっていうと、105メーターと68メーターのピッチを、我々は攻撃するときには広く使うし、我々が守備するときにはそれをいかに狭くするかと。このメリハリに関しては日本で3本2目に入るよねというふうにしないと、なんとなく守ってなんとなく攻めているようなチームだと、それは他のチームがそうとは言いませんけど、そういう状況 になったら我々は苦しむと思います。メリハリがあると、どっちかでやりきれるってことはなかなかないです。相手があるんで。ただコンパクトにやれている時と、大きくスペースを使っている時、もちろんパスワークを駆使している時、このメリハリをしっかりつけられるサッカーやりたいなというふうに思います。はい、僕はどのクラブの時もそうなんですけども、一番やっぱり我々がサポーターの方々に対して感じるのは、やっぱり苦しい時に背中を押してくれる時なんですよ。順風満帆じゃないですから現場は。そうじゃない時にやっぱり人間って背中を押してくれる存在がいて救われることってあって、だからこそこの15年のスパンで見ても苦しい時に背中を押してくれた存在がいて、僕がやった1年半の時でも本当に苦しい時に押してくれた存在がいるので、とにかく彼らを喜ばせてあげたいと思うし、彼らと一緒に喜び合いたいなというふうに思っています。